招待。招待は、軍隊の編成において中隊より下位で分隊より上位の部隊。招待は、おおむね2個から4個の分隊、陸上自衛隊普通科連隊において、班で編成され、10人から50人程度の兵員を有する。指揮官には、下級将校または上級下士官が捕食される。英語ではで略称は、PT とされる。小隊は、 主官が指揮を取る最小の部隊である。これは、軍務の経験が浅い者が、隊長になって何十人かの部下を指揮することを意味する。それもあって、不評が密集あるいは整列して戦った時代に、小隊の役割は小さかった。体型の変更、前進、射撃などの命令を発するのは、中隊長、個々の兵士を監督するのは、下士官の仕事で、小隊と小隊長は、 中継点に過ぎなかった。ところが体系を崩した三平戦術が有利とされると中隊全員が一箇所にまとまって戦闘に入る機会は減った。日本ではすでに日露戦争で小隊を射撃の指揮単位にしたが戦後は小隊長の経験、能力不足を理由に中隊に引き上げた。しかし結局さらに徹底して細分せざるを得ず射撃の単位は 数人レベルまで降りることになった。小戦闘が増えた日中戦争では、小隊長にも複雑な戦術判断が求められるようになった。そのため、実戦経験に乏しい若年の小隊長が、勤務期間や、招集期間の長い価値観や子参兵に侮どられる場面が出くるようになる。この種の問題と解決方法は各国とも同じで、 小隊の最上位の可視官を小隊軍曹などとして、小隊長の補佐につけ、実務上の指導的な役割を任せている。空軍においては、フライト、フライトが小隊と訳されることがある。これは、おおむね3機から6機の航空機によって編成されており、大員が指揮官となる。また、フライトは、通常、2機ずつの編隊、エレメント、セクションに分割されて運用される。 不評中体内の正体は、小獣分体数個、軽機管獣分体数個からなる。3正体で中体を編成する。不評機管獣中体内の正体は、戦作小正体と弾薬正体とがあり、戦作小正体は、機管獣一丁を有する分体2個からなり、弾薬正体は3分体からなる。戦作獣2正体、弾薬1正体で、機管獣中体を編成する。 不評法体内の正体は、不評法一門を有する分体二個及び、弾薬分体からなり、三小体で包体を編成する。通常、砲戦車三両、重戦車二両からなり、戦車隊の戦闘単位であり、小隊長の号令、または命令によって、動作を実行し得る。戦車中隊は数個の正体及び、中隊断裂からなる。 騎兵中隊内の小隊は数個分隊からなり、四小隊で中隊を編成する。騎兵機関銃中隊内の小隊は、不評機関銃中隊内の小隊の編成に準じる。砲兵中隊、野戦兵中隊、騎砲兵中隊、山砲兵中隊内の小隊は、砲車一門及び弾薬車を有する分隊二個からなり、二小隊で中隊戦砲隊を編成する。 十五竜中大戦砲体は、放射小体2個、弾薬小体1個からなり、放射小体は、放射1門を有する分体2個からなり、弾薬小体は、弾薬者4両からなる。十下中大戦砲体はこれに準じるが、弾薬小体は、弾薬者2両からなる。不評中体内の小体の編成に準じるが、軽機関重分体なし。一般、ダウマ分体数個からなる。 陸上自衛隊の招待は自衛隊法施行令、昭和29年6月30日政令第179号、第32条に基づき、平成12年10月27日陸上自衛隊、訓令第25号、陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に関する、訓令2条により定められている。幹部だけでなく、順位や総長、 一層といった上層クラスが小隊長を命ぜられることもある。基本的に中隊以下の規模で編成された部隊であり、原則として使用する火器、機材、車両は中隊所有のものを使用するが、整備大隊直轄に編成された直接支援小隊は使用する火器や車両の所有は小扱いとなり、当該部隊は実質的に中隊規模として運用されている。また、 当該招待長は外出、懲戒処分に関する権限も有するので通常の、招待とは別格に扱われる。招待編成に関しては以下に記す、雑誌類に公表されている内容を主体。普通か中隊における、小銃招待は、主に2内し3個小銃班、分隊で編成される。班は10名、分隊は7内し8名で編成され、主に小銃や機関銃、 無反動砲等の下器を使用して任務に任る。車両は高機動車3から4両もしくは、軽装甲機動車7両、1個小銃班は2両で、運用される。普通か中隊に編成される。迫撃砲小隊は2個以上の射撃分隊及び、観測班となる方及び3定、射撃式を行う FDC を有し、73、式小型トラック2両以上及び、高機動車1両、 73式中型トラック1両等で構成される。重迫撃砲中隊における迫撃砲小隊は2内子3個射撃分隊を編成し、他に砲と FDG を編成する。重砂湖牽引車2内子3両及び式用として73式小型トラック2両、資材用に73式大型トラック以上で編成される。情報招待施設作業招待師団とお礼の 対戦車隊及び普通化連隊直轄、普通化中隊霊下には、対戦車小隊が編成されている。対戦車隊、対終定対戦車隊等の霊化小隊編成に、関しては、当該項目を参照。普通化連隊直轄に関しては79式隊、終定対戦車誘導弾を保有し4個対戦車、小隊1個小隊は2個射撃分隊で、 発射装置は1個射撃分体で2個装置を持つ。普通化中体冷化は、通常2個射撃分体を編成し、無反動砲分体と87、式体戦車誘導弾分体等に分類される。野戦砲と、後射特化の2つがあるが、基本的に野戦砲は、中体規模以上が基本である。後射特化は射撃装置を搭載した、車両3両以上で構成される。 戦車連隊等における、戦車招待は1個招待に、招待庁舎含む3内誌4両の戦車で構成される。戦車1両は3名、内誌4名の搭乗員で構成されており、戦車招待3個以上をもって、戦車中隊を編成する。また、戦車連隊、大隊においては、偵察任務を司る、情報招待や、施設招待、衛生招待等が編成されるほか、 旅団統令下の戦車中隊においても、偵察や施設作業、衛生等の各種支援任務を担う、本部管理招待編成している例がある。人員は約30名で構成、本部班の他には2内市3個の偵察班を令下に持ち、他の職種における招待と違い中隊に準じた、独立的な運用がなされる。偵察隊令下の偵察招待長は、 1>, 1位が当てがわれる他に他の正体と違い独立的な運用を行う観点から2位もしくは3位の副招隊長職が設けられている。補給隊における補給品の管理と交付を行う補給小隊及び補給品の整備等を行う業務招待が編成されている。方面総監部、師団統励下の司令部付け隊には司令部の補給資材等を管理する管理招待等が 変されている。武器代替編成時は、武器や火砲等の高段階整備を担当する、武器小隊及び車両等の整備を担当する、車両整備小隊等が編成されていたが、整備代替に改変してからは、各機車両整備中隊等に改変されてを、それぞれ車両整備小隊と、各機整備小隊とに分類される。また、それ以外にも、誘導武器整備小隊や、 通信電子整備小隊などもそれぞれの部隊の特性により編成運用されている。核輸送部隊には、それぞれの任務に応じた輸送小隊等が編成されており、それぞれ人員30名程度で編成されている。方面総幹部、師団統領下の司令部付け隊には、要人等の輸送を担当する輸送小隊等がなされている。核施設群、大替。 施設中隊等には、それぞれの機能ごとに施設招待が編成されており、ダンプドーザーとか招待等が編成されている。普通科連隊においては施設作業招待が編成され、施設科任務を行っている。衛生部隊の招待には、隊員の治療を担当する治療招待や、救急車の運用を行う救急車招待等が、編成されている。各部隊本部レーカーには、 衛星招待が編成されている。通信部隊には、それぞれの任務ごとに通信招待が編成されている。基地通信部隊で以下の中隊には、それぞれ派遣隊と、称する招待規模の部隊が分派されている。教育隊には、招待に準ずる編成として、区隊と呼ばれるものが編成されている。消防、警察など、軍隊以外の組織においても招待は存在する。 組織構造としては、軍のそれと同様に上部に中隊を持ち、下部に分隊となるが、人数は、組織によって様々である。例えば、東京消防庁の小隊であれば、6人前後の小隊が見られるが、人数に定義を許さない場合もある。一方、警察の場合は、部下生を取っている機関が多く、小隊は、機動隊にのみ存在する。軍隊用語を使用している。 キリスト教会の救世軍は、伝道施設としての教会を招待と称し、主任牧師を招待長と称している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。